さつきじゃん。よう、どうした？お前まさか。みんな、準備はいいな。うん。心の準備はできてますわ。僕の真似をするお化けなんて、会ってお説教してあげないといけないですからね。みんな。気にすんなって。朝マック一回で手を打ってやるよ。よし、行くぞ。ああ、ねえ、どうするの？音楽室に行ってピアノをぶっ壊すんだ。そうすりゃお化けもピアノを弾けないだろ。おっ！いって、なんだよこんなところに。あ、ライトが。ここですわね。曲が始まりましたよ。よし、みんな。これなの？確かに無人ですね。イライ、今すぐ演奏をやめやがれ。どうしてもやめないんなら力ずくでやめさせてやる。うわあ！すずめ！いって、なんだこりゃ。結界です。このままじゃ僕たちはあのピアノに触れることさえできませんよ。嘘！じゃあどうすんだよ。私まだ死にたくない。死なせないぜ。あんなの根性でなんとかなる。ちょっと早く。無理よ。根性だけじゃどうにもならないことってあるのよ。だったらこのまま指をくわえてみてろっていうのかよ。もうかなり曲が進んでますよ。大丈夫、根性だったら誰にも負けねえ。よくも、僕も、私も。レジオ、大丈夫？くそ、どうすりゃいいんだ。早く止めないと。わかってる。なんかわかんねえのかよ、レオ。あのピアノは違うわ。本物のピアノお化けはあそこよ。ベートーベンの肖像画。それじゃあれをやっつければピアノは止まるんだな。メトロノーム。メトロノームを探して。お願い。わかりました、探しましょう。昨日私が運んだ中に確か。僕が行く。いきなり寝ちまったんだ。きっと昨日は怖くて眠れなかったんですわ。でも桃子さん、
どうしてあのお化けの霊眠のさせ方知ってたんですか？私何か言いましたっけ？何言ってんですか。霊眠させたのは桃子さんじゃないですか。私何度か無我夢中で覚えてないんです。まあ確かに必死だったからな。でもおかしいですよそれは。もういいよ、やめようぜお化けの話なんか。しかしですね、セクシー。